トラタイヤタイヤ。お、これ出た。ハイ笑い選手権の名残だ、これ。サンキュー。やりたぜー。今日こそ、じゃんけんの確率を求めるでござー。ちょっと、俺そのアニメ、そのアニメあんまわからんねんけど。おい、おしゃれ丸かよ、ちょっとやりたぜー。今日こそ、じゃんけんの確率を求めるでござー。ケスクラッピー、サイダー別冊の期待入ったりやってまうよ。なんか最近ツイッターでバズってた記事がありまして、はい、なんとサザエさんがですね、5回連続でパーを出したという。まあまあええや別にまあというわけでですね、それがどれほどすごいのか、今回これをですね検証していきたいと思います。1エクゾってどれぐらいでしたっけ？あれ650分の1ぐらいじゃなかったっけ。まあまあ500分の1か600分の1ぐらい。あーなるほど、500回か600回やって1回というわけで、メガイタパスボーウィズやーい、福田くん。今、グーを出しちゃダメだよ。じゃあ、まずやり方なんですけども、とりあえず過去の出具合をまずね。調べて出てくるもんなか。出てきそうやけどな、これ。サザエさん協会みたいなのありそうやけど。サザエさん、じゃんけん研究所、公式ウェブサイト。やばいやろ、こいつら。こいつらやばない。これやば。これにもう全部書いてあんねんけど。でもグーグーグーの3連続で出てんのが12年で2回、チョキチョキチョキが3回、パーパーパーが1回、だから12年で6回だけ3回連続がまず達成されてることはここに書いてある。あ、サザエさんの手は誰がどうやって決めているのですか。お、それ教えて、教えて。アニメーションを制作している株式会社英検の動画編集担当者が個人的な思いつきで決めています。おー、じゃあ今週はグーかなみたいな。結構恣意的な部分もじゃあでも入ってる可能性は高いってことじゃないんだ。そうですね、なんか何回放送されたか知りたいな。ちょっと調べます。あ、最近ってさ、あ、ほんま、1439、2020年6月時点で1439回のじゃんけんをしてきてると。てか今日って土曜日、あ、明日何出すかめっちゃ大事じゃん。明日だって日曜日でしょ。確かに、これで6連続とかやったらもう、いやもうやで、今後がすでにないもん。いやもうこれすでにない。それはでも編集するときは分かるから、明日の放送大事だな。明日の放送ちょっとちゃんと俺さ、録画しとこ。3分の1の場合3の1439乗とかやらなかもしれない。これ数弱なんで。いやお前が一番強い。お前が一番強い役なんで。お前が数弱やったら俺数弱何女入るで。お前これ、まあ、確率 P で起きる事象が連続して K 回起きるまでの思考回数の期待値の公式があります。 P 分の1プラス P 分の1プラス P の5乗分の1から足す。これによるとさ、363回に1回ぐらいそうなるっていう計算になるけど、この計算式だと逆に何今まで出んかったみたいな結果になってるか。まだ3分の1じゃないからじゃないですか。え、でも3分の1じゃないんですよこれ実際。サザエさんと勝負、じゃんけんの勝負してるんですよこのサイトが。これの2回の手を調べて、その次に出るっていうのをもう調べて。それめっちゃ複雑じゃないですか。ちょっともう勝率なんか7割ぐらいあるんですこれ。えー、すごっ。ってことはやっぱり恣意的に出してるんですよこれ人間が。まあこれもしかしてあれ、そろそろ帰着にかかるか。じゃあ例えばここでチョキを選びましたってなった時に、はい、ちょっとこいつの確率下がるみたいな。それを俺らで多分仮定しなあかんわ。どれぐらい下がってるか。一発目だけは全部3分の1ね。で2回目以降は X って計算がかかって3分の 1X の確率になります。はい、X が例えば5分の1やったら15分の1になってる。グーが連続で出るやつある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 。それからこの X 決めれるんじゃん。 X 決める説ありますか。見えた方向性。見えました。今日のタイトル決めてる間にことが進んでいった。無能かと思う。今日ショーチャオ出るから。今日ショーチャオ出るからな。ショーチャオの日に撮ってます。タイトル。ちなみにさ、はい、明日ちょうど6回目やんか。明日何出ると思う。いや、もうパー出ないですよ。いや俺はまだ来るよ。いやもう来ません。いや一旦トイレ行っていいですか。トイレ行ったらなんか世界変わるみたいな言い方すんな。ただどっか行くだけでしょ。いや変わるんですよこれマジか。いよいよ演者俺だけになった話する、みんな。一人また一人。演者が俺だけになった話したいんやけど。5回連続でまず同じ手が出る。まあパーと仮定しましょう。今回はパーなんで、はい、我々人間なんで最初にパーを出したら、はい、次パーが出る確率は下がるんじゃないかという仮定をしてるわけ。うんうんうん。で、実際にパーが
出る確率が 32% なんですよね、大体。また次にパーが出る確率ってなると 17.6% まで下がるんですよ。ここは、これも本当は3分の1のはずやん、機械が選んでたら。確率が下がるじゃんけんの、じゃんけん定数、例えばそのじゃんけん係数が2分の1だったら、はい、またパー出る確率は3分の1かける2分の1で6分の1みたいな。じゃあそのじゃんけん定数ってどれぐらいなんだっていうのを、サザエさんのデータから、データから導くと。相当ちっちゃいね、これじゃ。だからオタクすごいっていう。これが2回連続の時のじゃんけん係数、これが、ってことは3回連続パーの時の係数、4回目の時、5回目の時ってことね、うん、で、それを全部ね、1回目、2回目、3回目、4回目、5回目と。あ、だからこれ人間味が溢れている計算式でございます。そう、人間味溢れてる。そう、この深いよ、でもしかも、でもめちゃでもしかもロジック的やし、うん、しかもさらに言うと、うん、こことここって多分人に依存するじゃないですか、うん、ここ計算することによってあいつ次何出すかって大体見えてくるあ、確かにこれを人に対して可視化することによって、はい、だから電眼ケースとかも作れる。確かに、だからじゃんけんケースにおける電眼バージョンとか。これはだからどっちかというとじゃんけんケースでサザエさんケースなんです。そうね、サザエさんにおけるじゃんけんケース。 それではサザエさんが5回連続でパーを出す確率お願いします。サザエさんが5回連続でパーを出す確率実験的に求めました。はい、その値結構恣意的な部分もじゃあでも入ってる可能性は高いんじゃん。明日の放送大事だな。明日の放送ちょっとちゃんと俺録画しとこ。いよいよ演者俺だけになった話するよ、みんな。1000万分の32という。出ました。ということで、すごいな。約分すると約41万6000回に1回、41万6666度に1度でしたね、計算したところ。これ相当すごい。相当すごいよ。これ相当すごい。みんなでもさ、1439回ぶりに初めてとか言ってさ、うん、長いように感じるかもしれんけど、うん、めちゃくちゃ早いってことね。いや、めちゃくちゃ早い。ちょっともう一個計算したいのが、今のペースで放送し続けた場合、何年後に声が起きるのかっていう。確かに。だってまあ、そんなむずないよ。てかまあ、54で割ったら。54で割り算するだけやから、7700年ぐらいかかります。だから、今この時代にあなた生まれてること、奇跡。奇跡。さすがに奇跡。サザエさんが、まず我々がこのね、長い宇宙の歴史の中で、サザエさんがいる時代に生まれたことがまず我々素晴らしい。いや、もうそうっすよ、ほんまに。かつ、サザエさんがその放送されてる中で、5回連続で巡り会えたこと。いや、そう、やばいよ、これ。皆既日食だから全然すごい。いや、全然すごい。全然すごいです。7700年とかや。橋本環奈何人分ですよ。また。確かに。ということで、サザエさんじゃんけん、終了したいと思います。それでは、最初はグー、じゃんけんポン。